3分の1ぐらい削れてなくなってるというのが、ね、見えちゃうんですけれども、さあ TM オートサービスさんの、はい、ナチラブ、はいね、はい、今カチンと、ちょっと今ねちょっとタイヤ浮きましたよ、このタイヤ浮いた、いやー、もう先ほどのね、審査もありがとうございますけども、今回、あの、初上陸ですか、北海道は。はい、コンセプトはまあ、うちはもう、勝手に来るのがメインなんです。今回は、ケミカル材を作ってて、大体サフのボディで、こんなにね、シャンプーを、通信の方で販売させてもらって、あ、これ、あの、ソフなんですね。サーフィンのそのケミカル の, あの溶剤っていうか、はい、シャンプーなんです、ワックスで、これだけサーフなのに弾くと、あ、これぜひとも、ね、皆さんね、ブース行ってね、ちょっとよく見ていただきたい、いろんな車、あのペイントさせてもらってる市場っていうね、ぜひ、道内でね、あのペイントできない人とかいれば連絡もらえれば、あの、来させてももらえますし、車を送っていただけても、あの、うちの方で施工させていただくので、ぜひ、もしあれば言ってください。お願いします。はい、ありがとうございました。はい、それでは、気にもお伝えしますね。あの、あちらの方にブースありますんでね、こちらのですね、シャンプーとワックスね、もう、性能がよろしいので、ね、確認しに行ってみてください。ありがとうございました。TM オートサービスさんでした。続いてのアクロショップ紹介いたしましょう。はい、もうまだまだなんですけど、92年式なんですけども、めちゃめちゃ劣化しました、中身から何から、エンジン周りもね、今全然実用的に、走る車でございます。さあ一度ぐるっと回ってきちゃってください。はい、あの後ろに春を継ぐためにあの作った車なんで、はい、もう春重いですよね、200キロ以上するんで、まあ、ちょっと今回これあのこれ四駆のブレーザーなんですけども、まあ、四駆のブレーザーで、まあ、どこまで実用的に下げられるかっていうのを、徐々に時間をかけて今調整をしております。まあ、ペイントはこれラガーディップっていうのは、あの剥がせるペイントになっておりますんでね、また来年色変えて持ってこようかなと思ってますけれども、はい、こちら今回ホイールがちょっと変更になりまして、 10.50 のね、あの太い、ホイールを入れております。どうぞかけてください。さあ続いてが、ダッチマグナムなんですけれども、